こんにちは、ダイスです。今回はモンスターライブラリーのドラゴン系のモンスター 100% を目指して配合していこうと思います。卵限定のモンスターからじゃないと作れないドラゴン系とかもいるので、まだ 100% に私の場合はなっていないっていう状態です。現在どんな感じなのか一度確認してみようと思います。今の私の図鑑だとドラゴン系が 88.7% なんですよね。ここから 100% を目指していくっていう感じなので、全く会ったことがないモンスターだったりとか、会ったことあるけどチェックがついてなくて持ってないっていう子を配合して作るっていう感じです。足りるかどうかわからないんですけど、今いる子たちでできるところまで進めてみます。ドラゴン結構出てるんですよね。スカイドラゴン使わないので、この子使っていけるかな。ドラゴンと、あとゾンビ系、ゾンビ系ナイトウォーカー賢ささんとかも今育ててるんで、ちょっと使いたくないですよね。あ、ゾンビ系これでいけますね。どっちもいけるんだ。ビンドスネークも作れるんですけど、ポイズンリザードから多分作れるんで、こっち先にやっちゃいます。で、そんなに必要そうなスキルがないっていうところでやっちゃいましょう。後で使うかもしれない子をちょっと残しておいて、とりあえずね、1体目です。ポイズンリザード、私は作ってなかったんですけど、皆さんは作ってたのかな。はい、でこの子使ってまた多分ウィングスネーク、今の子は作れると思うのでちょっと置いときます。次他に作れる子いるかな。ドラゴン系って結構難しい子がいたりするんですよね。なのでとりあえず必要ない神竜くんと、ドラゴンお、おここか、ここに出ましたね、ボボンガー。ボボンガーは魔獣シート組まなきゃいけないんですよ。なんでビッグモモンジャはちょうど良かったんですけど、魔獣シート組むかオークキングとかもいるのですが、ちょっとやりづらいですよね。ダークペルシャとかがね、魔獣 B になるので、 C ランクの魔獣そんなに入手をしてなかったはずなんですけど、なんかいるかな、使ってもいいかなって、こうあまりいないんですけど。先にここ作りますか。デンタザウルス、これもいなかったはずなので作っちゃおう。あとはね、アイアンタートルとかと、ダッシュランとかで作るのができるんですけど、ちょうどね、ブラウニーが いるので、この子で作っちゃいます。ブラウニー自体もフィールドで入手できますもんね。私このスカイドラゴンをね、たくさん出すぎてるので、今回ので使いたいんですよね。本当はコトラとか使ってた方が分かりやすいと思うんですけど、すいません。これで、あともうちょっと作れそうな気がするので探してみます。ゾンビ系のモンスターいましたね。腐った死体を使うのはありかな。ポイズンゾンビがいるのでこれでやっていきましょう。卵からスカイドラゴンが本当にめちゃくちゃ出てくるので、息吹しか持ってない子は特別な子じゃないので、その子を使ってやりたいんですよね。このページだけで4体もいる。はい、ウィングスネークいけました。大武器とかは入れておいて、グラングレス SP とか作るときに材料の子として使おうと思います。これでまた一つモンスターライブラリが埋まった感じです。残りに関しては多分スカウトしてこないといないと思うので、この後スカウトしに行ってまた戻ってきて配合しようと思います。はい、結構スカウトして戻ってきたので、さっき作ったモンスターからの配合とかいろいろと残ってるところを作っていこうと思います。まずはさっき作ったデンタ
ザウルス、これに、溶岩マジンを入れたいんですよね。なのでとりあえず先に溶岩マジンを作らないといけないかな。溶岩マジンにできそうなこれですね。あ、ソードドラゴンもできるけど、まあ、とりあえず溶岩マジンを作るために一度配合しておきます。デンタザウルスと溶岩マジンの配合で1体私はまだ持ってないモンスターが作れるみたいなんですよね。なのでこれで作って、で他で作れる子を一回作っちゃいましょう。あ、間違っちゃったワイバーンドッグとかフールフールもいないので、そのあたりも作りたいですよね。ワイバーンドッグは多分暴れ子マイムとテラノドンかなと思うので、テラノドンを先に作っちゃいます。1体だけでさっきコトラ捕まえてきたので、コトラとなんかいるかな、悪魔系モンスター、お、ドラキいますね。これでプテラノドン1回作ったことあるんですけど、これでやっちゃいましょう。何かで使うかもしれないので、一応スキルは後でね変化できるやつとかにしておきます。どちらか G ランクでできるんですけど、プテラノドン1体もいないので1回作ります。はい、じゃあ続いて、ドラゴン系と魔獣系シーランク、今回ねブラバニクイーンを捕まえてきたので、これと配合させます。ドラゴン系、なんかいないかなスカイドラゴンがね数が多いので、そこでなんとかしておきたいんですけど、エルになるけどいいかな。お、マムーも作れるようになってますね。でも今回は、ドラゴン系でいない子にしたいので、これで作っちゃいます。はい、息吹一文字はまあそんなに入れる子いないと思うんで一回抜いときましょう。 L サイズができる、でっかいボボンができました。これで1個ライブラリーの登録は終わったかなと思います。あとは今作った子たちを一度進化させないといけ、進化じゃないな、レベルを上げてやらないと配合に使えないので進化じゃないですね。で次が、サタンフーラ、この子 と、今回はですね、次はドラゴン系なんですけど、スカイドラゴンだとできないので、これも卵限定のモンスターで出た子じゃないと使えないんですよね。だいたうわ、剣気持ちか、剣気持ちじゃない子もいた気がする。あ、こっちも剣気持ちだ。2体ぐらいですかね、手持ちで出てる子いないですね。剣気持ちの子になっちゃうかな、まあ、しょうがないですね。ここもう特殊配合でこの子じゃないとできないので選んじゃいます。はい、ウルフドラゴン、そう、フールフールの作り方だとウルフドラゴンとサタンフーラーだけなんですよね。これじゃないと作れないので、この2体で作っちゃいましょう。剣技に関しては他のモンスターでも私も使うかもしれないので、とりあえず入れておいて、インテリも結構使うんで何かの時に使えるようにしておきます。このねフールフールだけ結構きついですよね。作ってないって方も多いモンスターなんじゃないかなと思います。見た目私好きなので作りたかったんですが、この2体だと思わず送れちゃいました。え、
今頭の羽のとこバタってしてる。かわいい、かわいい。これいいかもしれない。ちょっと大事にしたいですね。はい、できました。あとは今作った子たちを一度レベル10以上にしないとできないので、レベル上げて戻ってこようと思います。はい、レベル上げてきました。これで残ってるところ作りましょう。まずは溶岩魔人ですね。溶岩魔人とこれ、デンタサウルスでバザックスができるので作ります。そうするともうなんかだいぶ何でもいけそうな感じになっちゃってますね。100息吹か火炎を入れる。火炎かな、火炎にしときます。こっち息吹入れて、はい、で療養屋からで極炎とブレスマスターになりましたね。はい、一応ねこれで何か作れるようにはしておこうと思います。グランブレス SP とかこの作り方でやるんですけど、一応次に何かできるようにしようと思います。これでまた1体終わりました。続いてはさっき作ってきたプテラノドンと、これでワイバーンドッグを作っちゃいます。使うかちょっとわからないんですけど、闇の極意もつけられるので極意系にして、ドラゴンソウルは使うかな、ちょっとわかんないですよね。爆風ガードとかよく私入れたりするので、これを入れておこうかなと思います。あとはそうだな、闇と光で確か白黒ガードスペシャルみたいなできたと思うので入れておきます。ステーラノドンとアバレコマイヌ、この組み合わせでワイバーンドッグですね。さっきのウルフドラゴンの色がちょっと違うっていう感じなんですけど、この子もいなかったのでこれで出来上がりました。一回これで確認しましょう。ドラゴン系終わったかもしれないですね。もうちょっといそうな気はするんですが、 100% になったかどうかを一度確認しちゃおうと思います。いや、コツコツやれば多分全部全モンスターは行くと思うんですよね。ああ、もうちょっとだ、何かが足りない。ちょっと確認しますね。ドラゴンだとここからですね、このページはもう全部チェックが入ってるかな。でチェックが入っていない子を探します。これか、これですね。ショートドラゴンがいないだけかな。 98.5% 他にいなさそうなのはここもみんないることになってますよね。で次のページもみんないることになってるんで、残り1体みたいです。よろしく。できるかな。ドラゴンとモンスター E ランクの物質系な気がするので、そしたらこのドラゴンと物質系か、物質系 E ランクなんかいたかな。ちょっとチラチラっと見ます。あ、いたいた、ガシャポッコ。これでいけましたね。で引き継ぎたいスキルは特になさそうですかね。あ、ブルーソードもつくんだ。これ入れときましょう。健康 SP 作るときにこの子も材料にできそうです。はい、ということでちょっと大きめのねソードドラゴンができました。これで最後なんじゃないかなと思います。多分、いや、卵からですねスカイドラゴンがかなり生まれたので、今回ねドラゴン系はコトラをあまり使わずに作れたんですが、またちょっと良さそうなスキルの子を覗きましたけど、これで出来上がったんじゃないかなと思います。 100% になりましたね。嬉しい。これで3種類やっと 100% になりました。一番少ないのが魔獣系なんですけど、まだまだですね、種族にしたのが 89.6% まで上がりました。よかったです。
今作った子たちもしかしたら牧場にいるかもしれないので一度遊びに行ってみようと思います。いや、ドラゴン系に関しては A ランクとか S ランク X ランクのモンスターたちは結構配合で作ってあったのでそんなに難しくなかったですね。今回は良かったです。でかなりドラゴン系って大きいモンスターとかが多いんですけど今回に関してはそんなに手間がかからなかった印象で良かったです。あ、みんないないかもしれないですね。卵からね最近こういろいろ出てくれてたのが大きい子が多かったんですけど、わ、ドラゴン系誰もいない呼べるようにしとけばよかったんですけど特にいなさそうですね。ちょっと悲しいかも。屋上にいる子たちの中にはいなさそうです。わ、大きい子いました。かわいい。はい、そう、この子もね卵からめちゃくちゃ出るんですよね。ダックスビルすごくね出てるので魔獣系作る時に使おうかなと思います。ということで今回はドラゴン系のモンスター 100% になるように頑張ってみました。よかったらチャンネルのご登録高評価コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you。